した、本当は司会の女性がね喋るんですけども、どっかお風呂へ回されてね、私が喋ってやりましょう。これから江戸の大神楽といいまして、約400年ほど日本に続いておりますね。江戸時代は将軍様と大名屋敷でしかやらなかったんです。ですから獅子舞も普段見る獅子舞とちょっと違うと思いますね。その獅子舞を見てる間、途中でお獅子が休憩しまして、大神楽の中の曲芸も見ていただきますけどね。ちっちゃい子がいたら喜ぶかもしれないね。傘回しを見てもらうね。ではその前に寿獅子舞、こちらへ来てまいります。そして曲芸を見て、また獅子舞が今度皆様方の頭をかめに行きます。厄落としにね。そして来年いい年になるようにお願いしながら頭をかんでいただきたいと思います。それでは寿獅子舞です。Thank you.
中でうまく入ると間抜けだそうです。入らないと間抜けです。頑張りまーす。間抜けか間抜けか、さあどっち。いきます。よー、はい、はい。